会場にお集まりの皆様、こんにちは。まもなく南区パフォーマンスステージが始まります。どうぞお待ちくださいませ。会場にお集まりの皆様、こんにちは。南区パフォーマンスステージの開会の時間になりましたので、始めさせていただきます。私は本日司会を務めさせていただきます、花山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、はじめにこの南区パフォーマンスステージについて、少し説明をさせていただきます。このイベントは、街のにぎわい作りや、区への愛着、誇りなど、区に対する思いを深めていただくことを目的に、南区役所が開催させていただくものです。今回、南区在住、在学等の出演者を募集したところ、21組もの応募があり、抽選により次の方々が出演することになりました。神奈川県総合産業高校ジャズバンド部さん、朝さん、相模原ご当地アイドルつぶつぶドールさん、神奈川総合産業高校大道芸部さん、ビルスタンさん、相模原清涼高校チアダンス部応援団リーダー部さん、相模の風ザ・ネオトさん、 KNG ナンバー J キッズさん、アモピノさん、リサクロさん、ラストブルームーンさん、ゴスペルワクワクさん、以上の12組の皆さんです。また特別出演として、区内在住のプロのシンガーソングライター
翔さんにもご出演していただくことになっております。会場のお集まりの皆様に注意点がございます。まず2階のデッキの皆様ですが、下に皆様他のお客様もいらっしゃいますので、何かお手荷物等を落とさないようお願いいたします。で、下にいらっしゃるアリーナ席の皆様ですが、ご飲食自由ですので、寒くなってきましたので、どうぞ暖かくしてお楽しみくださいませ。なお、カメラやビデオ撮影なども自由ですので、たくさんお気に入りのショットを撮ってください。またこのステージの上ですとか控え室につきましては、機材等がございます。小さなお子様大変危険ですので、ステージの上には上がらないようにしてください。なお、本日ですが、後ろの方にカメラが何台かございます。カメラの撮影をしておりまして、主催者である相模原市南区のホームページに掲載される可能性がございますことをご了承くださいませ。今日はダンスや音楽、大道芸などのパフォーマンスを会場にいる観客の皆様と一緒に楽しんでいきたいと思いますので、今日一日どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、南区パフォーマンスステージの開幕を飾っていただく神奈川県総合産業高校ジャズバンド部の皆さん、どうぞステージにお上がりください。はじめに神奈川総合産業高校ジャズバンド部の皆さんのご紹介をしたいと思います。皆さんは総勢 14名ですね。皆様からのメッセージが届いております。私たちは神奈川総合産業高校ジャズバンド部です。夏は定期演奏会、冬はクリスマスコンサートを中心に校内を盛り上げています。吹奏楽とは違い、スイングのある、体が自然と動いてしまうような乗れるジャズを演奏しています、とのことです。皆さんご準備よろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。あのオープニングを飾るあの素晴らしい演奏どうもありがとうございました。さて代表の方に一人残っていただきましてインタビューをしたいと思います。お名前をお願いします。藤井です。藤井さん今日はあのオープニングの演奏どうもありがとうございました。藤井さんたち皆さんは普段はどんな活動されていらっしゃるんですか。基本的には学校で7月に定期演奏会をしたり学校の近くの公民館でジャズの演奏をおじいさんおばあさんたちに演奏しています。ありがとうございます。今日 の, あのステージはどんな曲をどんな意気込みで演奏されてたんでしょうか。今回は学校外で演奏させていただくことになったので普段よりもう少し気合を入れて練習してきました。ありがとうございます。この南区のステージですが応募されるときはどんなあの思いで応募されていたんでしょうか。実は初めはあの顧問の先生に勧められて応募したのですが本当に南区ということなので皆さん人が見られる方が多かったのですごい緊張してたんですけど実際やってみてすごい楽しく演奏ができました。どうもありがとうございます。素晴らしい演奏です。のまたぜひ出演してください。どうもありがとうございました。改めまして皆さん拍手をお願いいたします。どうもありがとうございます。それでは会場は次の出演者の方の準備に入ります。今しばらくお待ちくださいませ。この会場ですがあの飲食自由ですのでどうぞ温かい飲み物ですとかボーノさんの中にもたくさんございます。どうぞご自由にあのご観覧ください。また2階のデッキの方に聞きましてもあのご自由にご観覧いただきましてカメラ撮影も自由でございます。ただしあの下にお客様がたくさんいらっしゃいますのであの手荷物など落とされないようにお願いいたします。なお小さいお子様たくさん今日来てくださってます。ありがとうございます。ステージの上ですとか控室は機械や機材などがたくさんございますので大変危険でございます。そちらの方にはあの小さいお子様行かないようにお願いいたします。